この動画はレボリュートの提供でお送りします。皆さんこんにちは、まめです。本編の前にこの動画の提供であるこちらレボリュートをご紹介。このアプリ、海外旅行によく行く方には結構有名なアプリなんですが、海外サイトでの買い物や海外旅行の時に使うと賢いアプリなんです。実はあまり知られていませんが、海外旅行や海外サイトなど外貨での支払いで日本のクレジットカードを使うと複数の手数料が上乗せされている場合があるんですね。調べてみると大体 2% ぐらいかかるみたい。そこでおすすめなのがレボリュート。一旦レボリュートに入金してレボリュートカードで支払うと、なんと海外事務取扱い手数料が0円になるんです。海外旅行時に便利な外貨両替もアプリ上でできちゃいます。それからめちゃくちゃ便利な使い方、この動画の途中でもレボリュートが登場するのでそちらでご紹介します。それでは本編に行きましょう。今回はこちら、もう知っている方も結構多いんじゃないかなと思います。ショッピングアプリのテムですね。ショッピングアプリのランキングでいつも上位にランクインしている中国発祥のショッピングアプリになります。テム、あらゆる商品をびっくりするぐらい安く購入することができるのが特徴で、その安さゆえに一気に注目が集まっていますよね。で、そこで話題になっているのが、これだけ安いとなんだかちょっと怪しいぞというところですよね。一部ではクレジットカードの情報が抜かれているといった噂もあったりして、実際にテムを利用するのを躊躇している方もいるかと思います。そこで今回は比較的安全な形でテムで商品を購入するちょっとした裏技的な方法をご紹介したいと思います。それでは早速行きましょう。一応勘違いされないために言っておくと、今回テムの案件ではありません。その上でもしテムを利用したい場合の比較的安全な購入方法の一つとして見ていただけたらなと思います。いろんな噂がある中でもテム、あまりに人気すぎて海外でもネットショッピングの売上ランキングで上位に食い込んでいるんですね。実際に日本でも利用している人って正直めちゃくちゃ多いと思います。そこで今回は、利用する人はたくさんいるということは前提で、せっかくなら安心できる形で利用してもらいたくて、そんな内容の動画になっています。僕は結構海外サイトで商品を購入することが多くて、クレジットカード情報を入力しないといけないわけで、そのタイミングでは毎回少し不安にはなります。ましてやテムは海外サイトな上に、これだけ安いと何か裏があるんじゃないかと思ってしまいますよね。というわけで今回は、実際に僕がテムで商品を購入しながら皆さんも使える結構安全な方法でテムで買い物をしてみたいと思います。というわけで今回はこちら、僕が飼っている犬ホルンのベッドを購入したいと思います。犬のベッド、すぐに汚れてしまって毎回買い替えるので、安いとめちゃくちゃ助かるんですよね。黒芝なんですが、ちょっと大きめの L サイズをカートに追加して購入してみましょう。というわけで早速買っていきたいんですが、ここでおすすめなのが、実は今回冒頭でご紹介したレボリュートなんですね。そう、安全な購入方法の一つとしてこのレボリュート結構使えるんです。なんと今回特別に概要欄のリンクから新規アカウント開設で2000円のキャッシュバックを実施中です。今からご紹介するテムなどの買い物の際にお試しで買い物をしてみるのもいいかもしれませんね。もちろんテム以外でも使用できるキャンペーンになっています。詳細は概要欄に記載しています。実はレボリュート、こちらのカードマークをタッチすると、こちらバーチャルカードを発行することができるんですね。で、このバーチャルカード、レボリュートにチャージした金額以上は使えない仕様になっているんです。つまりどういうことかというと、海外サイトなどちょっと不安なところでショッピングしたい金額だけをチャージしてバーチャルカードで支払えば、もしそのカードが悪用されたとしても、そもそもチャージ金額がないので悪用のリスクを最小限に抑えることができるというわけ。このバーチャルカード、ビザデビットカードなんですが、レボリュートアプリ上で簡単に凍結することができるんですね。つまりカードの利用を自由にオンオフすることができるんです。カードを使わないときは凍結しておいて、買い物をするときだけ凍結解除するなど、アプリで簡単に操作することができちゃいます。というわけで実際にチャージして支払いをしてみたいと思います。今回は合計金額が4314円なので、レボリュートに3200円くらいチャージしましょう。こちらのチャージするをタッチしたら3200円と入力。
こちらでどうやってチャージするのかを選択しましょう。クレジットカードからチャージしたい場合はカード情報の登録、銀行振込からチャージすることもできますね。ちなみにマスターカードブランドのクレジットカード、デビットカードもしくはビザデビットカードであればチャージ手数料が無料です。今回は三井住友のクレジットカードから3200円をチャージしたいと思います。チャージされましたね。このバーチャルカードの番号を入力してあとは注文を確定を押せばショッピングが完了するというわけ。レボルートの残高もリアルタイムで引き落とされましたね。これでも安心ですが、さらに安心したい人は配送先をコンビニやプドウに設定すればより安心して購入できると思います。それからもう一ついいなと思った機能がこの予算管理機能。今月いくらどこで使ったのかが一目でわかるので家計簿をつける必要がないんですね。また月の予算額の利用上限設定ができるので、例えば毎月設定している食費の予算分だけをチャージしてレボリュートカードで支払いをすれば使いすぎることもありませんし、今月あといくら自由に使えるかが一目で確認することができちゃいます。もちろんこのカードオンラインショッピング以外でもビザデビットカードとして日常使いすることもできます。リアルカードの発行も先ほど説明したバーチャルカードの発行と同様にアプリで簡単にできるんですね。届いたリアルカードもバーチャルカードと全く同じように予算管理をしながら買い物をすることができちゃいます。この方法を使えば海外サイトでの買い物も比較的安心して購入することができるんじゃないかなと思います。しかもレボリュートなんと1回限りの使い捨てカード番号を発行することもできるんですね。これ使えるサイトが限られていて今回のテムでは使用することができませんでしたが、別の海外サイトであれば使用できるサイトも多いかと思います。これであればさらに安心で、もしカード情報が漏洩してしまったとしてももう好きに使ってくださいといった感じ、より安心して使えるというわけですね。といった感じでレボリュートはいろんな面で安心して支払いができるような仕組みを揃えてくれている、そんなサービスになります。というわけでここからはこの動画の提供であるレボリュートの詳細についてご紹介していきます。まずはこちら、レボリュートのアプリをインストールしましょう。電話番号を入力してアカウントの作成を行いましょう。他のカード会社と同様にアカウント開設には本人確認が必要となります。名前や住所などを入力してアカウント登録を行えばプランの選択画面が現れるはず。レボルトもちろん無料で利用することができるんですが、もっと便利に使用したい方用に有料プランも用意されているんですね。ちなみに何が違うのかというと、主に海外で利用するとき海外の ATM で引き出せるお金の金額が変わってきます。レボリュートなら独自のお得な為替レートで両替できるだけじゃなくって、年額無料のスタンダードプランだったら毎月75万円相当までは為替手数料が無料、有料のプレミアムメタルプランなら上限なく為替手数料無料で利用することができます。さらにあらかじめレボリュートに銀行振込でチャージしていたお金を海外の ATM で引き出すとき、無料プランの場合上限は2万5000円まで、月々980円の有料プランだと5万円まで、さらに上のメタルプランだと10万円までといった風に引き出しの限度額が変わってくるわけですね。さらに有料プランはカスタマーサポートも充実していて、何かあった時アプリ内の専用チャットで気軽に聞くことができるのも魅力の一つとなっています。とはいえ初めは無料プランでショッピングなどを楽しんでみるのがいいんじゃないかなと思います。それから注意が必要なのがチャージをするとき、実はクレジットカードを使ってチャージをする場合カード会社によって手数料がかかってくるのでそこだけ注意が必要ですね。なのでクレジットカードでチャージするなら手数料のかからないマスターカードブランドのクレジットカードがおすすめです。以上いかがだったでしょうか。今回ご紹介したテムだけではなくって海外で買い物をする場合はいつものクレジットカードを使うよりもレボリュートを活用する方がより安くより安全に利用できるかと思います。しかもレボリュートの使い捨てバーチャルカードもなかなか魅力なのでぜひ一度使っていただけたらなと思います。今回はテム、そしてそれを安全に利用するためのレボリュートをご紹介しました。レボリュートに関しての詳細はこの動画の概要欄に URL を貼っていますので、よかったらチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。